NC バス一般路線バス NC バス観光バス急都職 NC バス一般路線バス NC バス株式会社は奈良県の路線バス及び貸切バス事業を行うバス事業者 NC は奈良コンビニエントを意味する奈良交通の完全子会社で奈良交通より移管された路線の運行を担う奈良交通とともに近鉄参加の近鉄グループに属する 営業所は、山和郡山市白土町に所在する郡山営業所のみで、奈良交通なら営業所と同一敷地内に設置されている。1988年に奈良交通100%出資の子会社として設立され、奈良交通より移管されたマイクロバス路線を運行しているほか、奈良交通の小型バス運行路線の一部を受託している。奈良県内及び 京都府内の一部市町村のコミュニティバスの受託運行や運転者派遣業務も行うる。また小型化切りバス事業も行っており、1989年には坪坂観光を買収することで事業規模を拡大した。主に人件費を中心とするコスト削減という目的により設立されたが、奈良県は大阪都市圏に近く通常の分社化では給与レベルを 下げることが難しいことから、マイクロバス専門として、労働形態そのものを変更することで、低コスト運行を実現したものである。この結果、大型バスを100%とすると73%にまで、コストが削減され、不採算路線の維持も可能となった。時期式、バスカード、交通系、IC カードの CICA、ピタパにも対応済みで、利用者にとっては、 奈良交通と同様のサービスレベルが享受できる。また、2016年4月1日より追加など、交通系 IC カード全国総合利用サービスにも対応した。2000年代以降は NC バス営業所の本体への再統合の動きもあり、2006年3月31日、葛城の営業所、吉野営業所は奈良交通に統合された。 翌2007年10月1日には NC バス郡山営業所の一部が奈良交通に統合された。ただし、コミュニティバスの自治体との契約は NC バス名義である。また、ヘグリ地区の路線は NC バス直営となっている。なお、近年は奈良交通本体の給与レベルも低下していることから、給与面での NC バスとの格差はほぼなくなっており、 当初の会社設立目的であった人件費削減の効果は薄れつつある。以前、八木駅関西空港間の空港リムジンバスで車両が NC バス運転車が奈良交通で運行されていた時期があった。これは近畿運輸局によりこの路線開業以前に事故等を起こしていた奈良交通に対し新規路線の運行停止措置が課せられていたため、 やむなく子会社の NC バスの路線として改良し、奈良交通に運転業務を委託するという形で運行していたものである。現在は、この措置は解かれ、車両、運転者とも奈良交通により運行されている。NC バスと表記された車両で運行する。ヘグリ住宅線2018年3月17日現在、90系統は、日中のヘグリ駅行きのみ、92系統は、 平日15時台に一本のみ運転。近畿大学なら病院線、いずれも奈良交通なら、営業所管轄の小型バス運行路線を受託し、奈良交通と表記された車両で運行する。院は2007年10月1日、NC バス郡山営業所の直轄路線から、奈良交通なら営業所に移管した上で受託するという、形に変更された系統。 奈良交通グループのホームページにダイヤ改正などのニュースリリースが掲載される場合、これらの受託路線は NC 郡山管内と記載される。特に2007年10月1日以前より受託している各路線はバス車内に、形室の路線図、運賃表には奈良営業所管内ではなく NC 郡山管内と記載されるほか、停留所形室の時刻表には問い合わせ先として、 NC バス郡山営業所の電話番号が記載されていることが多い。笠木線四条大路線八条町線再生会、奈良病院線南福祉センター線六条山線赤肌六条、山線2010年3月19日現在、平日は3往復のみを、土曜、休日は2往復のみを運行。赤肌山で学園前駅発着のバスと連絡し、 乗り継ぎ運賃も設定されている。郡山若草大線郡山小泉線、奈良学園線、小泉法流寺線法流寺線下市の木大住宅線現在は南ルートと北ルートの起点を東山駅からへぐり駅に変更した。伊調線学園緑が丘線あやめ池線国保、中央病院線メーカーは椅子図と日野製の車両を採用するがわずかながら、 三菱製も存在する。これは1989年に買収した坪坂観光に三菱車が在籍していたためで、奈良交通本体には見られない特徴である。また、換算路線やコミュニティバス用に三菱不装、ローザ、トヨタ自動車の路線バス仕様のマイクロバスもわずかながら在籍する。2019年1月現在は、いすず自動車製の車両は在籍していない。 路線車両はマイクロバスや同等の小型車が中心で、塗色は奈良交通と同一塗色であるが、正面や側面に NC バスと記され、鹿の絵が入らないことなどから区別は容易である。貸切車両の塗色は薄いピンクをベースにワインレッドの帯を配した独自色となっている。ありがとうございます。